空島編500円で空の騎士が、に対するみんなの反応を見ていくぜ。1円イコール1ベリーイコール1万エクストル。たったの500円で空の騎士がいつでも駆けつけてくれて命がけで助けてくれるって、こと？このおっさん脆弱かよ。割とお安いというかなんかこう、ってなるの。視線度かと思ったら全然違った人。入国料も一人10万だからまあ言うほど高くねえなとは思う。なお入国時点での麦わら一味の残金は5万とする。エクストルの単位がわからないから初見では視線度のおっさんに見えるのいいよね。単価知ると格安すぎて逆に怖いわ。ベリ高エク安すぎると思うがスカイピアの物資は普通の値段で取引されてるんだろうな。ワゴームでさえ貴重だし。まあ半分は趣味で傭兵やってんだろうな。スカイピアのお店では真っ当なエクストルで物を取引してるんかな。それとも普通に100万エクストルとか要求してくるんかな。私にも生活がある。毎度あり、一つ500万両ね、くらいの感覚で使えるエクストル通貨。波が切れて突撃したからややこしくなっただけで。金欠なのを説明したら日韓の奉仕活動ぐらいで許してくれそうなイメージ。単純に青みの物資売ればなんとかなる気がする。アッパーヤードのお口でも余裕で出張して新刊と命がけで戦ってくれるおっさん。一味がまともにお宝手に入れたのなんてシャンドラの黄金が初めてじゃないか。最初はそんな高くないんだけど何も払わずに侵入したおばあちゃんが説明せず入れちゃったから釣り上げられた。そういう意味でも黄金の役立つはなかなかカタルシスあった。せっかく住民が遥かにでかい黄金の柱くれようとしてたのに、あの時期のメリー号にあんなもん乗せたら沈みそう。会計は宝払いでいいからな。経歴を考えるとゾロも金持ってそうなのに無一文なんだよな。収入を得るシーンはあんまりない割にローグタウンとかアラバスタで買い物はきっちりしてる。ビビの貯金もらっときゃよかったのに、100万くらいはあるとか言ってたような。スリラーバークでも財宝奪ってた気がする。ローラに半分ほど分けたやつ。あれ波が恩義感じて分けてるって嵐が来るほどの超絶レアケースだからな。フランキーのコーラ代はどれぐらいかかってるんだろう。このタイミングで相場の情報わからなかったけど本当に破格だったんだ。ガンホールの空中戦めちゃくちゃかっこいいよな。襲ってきた海賊船返り討ちにしてついでに役立つとかしてるんじゃないの？というか持ち金5万ってもう持たないだろ。最悪その辺の海賊から奪えばいいし。蛇の胃の中にあったのは普通の財宝だから換金できたけど黄金のでかい柱持ち込まれたらさすがに困っただろうな町の換金所。空の環境考えると効果とか作れないから価値低く見られるのかなエクストル。アラバスタにビビ運ぶの20億要求してただろナミさん。まあ王族の護送と考えれば妥当な額。空島貧乏すぎる。紙も金属もバースの恵みだからすごいねバース。今金持ってるのかなこいつら。ワゴームールだけで全員通れそうな気がする。空島編以降は割とちょくちょく財宝手に入れてる気はする。空島で3億、スリラーバークで数億から、数十億、シャボンディワレー、魚人島ワレー、パンクハザードワレー、ドレスローザワレー、バンコクワレー、ゾウワレー、ワノ国もレー。金使う場所も少ないとはいえこれでやっていけてるのおかしくない？言うて運億あればいけるだろ。麦わらの一味は少数なんだし。ルフィは1日500キロ飯食うんだ。ナミさんが主戦度の面見せる機会がなくなって久しいな。自分の懸賞金見ていっそ自分でもらいたいってよくわかんないこと言ってた。あれはもう主戦度ではなく混乱してるだけだろう。船はサニー号買ったしメンバーの武器とかもほぼ固まってるから金使うところが飯ぐらいしかないんだよな。この一味だと一番でかい出費だな。あの世界政界はお金がベリーで統一できてて地味にすごいな。地下入国とかは違ったりするんじゃねえの？人権ないけど。世界政府の力だよ。ガンホールはなんで羽がないんだ？スカイピア人の羽は装飾。住人は天使だから羽つけて、神に即位すると外すのかな？そうだったのか。なんならエネルだって羽ないからな。でもシャンディアの戦士たちは大地が政界にあった頃から羽ある。謎。レートがあるってことは換金できるってことでベリーは金貨なのかなって思ったけど。空島では金は無価値というか存在がよく知られてないやつだったな。青み人の旅行者と取引できるからベリーはあれば便利。スカイピアにはハイウエストの頂から行けることを教える。出国料20万は意味あるのかって思ってる。これ以下の値段だと生活がとか言うけど、これで生活できてるのかガンホール。地味に畑持ってるからお小遣いあれば足りるんだろう。
結構なおじいちゃんで、あの強さだから若い時は新刊に関しては一人で殲滅できそうよな。ガンホール500円は安い、10個くらい買っちゃう。